無制限の挙式。現在クライマックスを迎えている呪術廻戦。そんな呪術廻戦で注目したいのは無制限の挙式。スクナとの戦いで五条が国戦を決めたものの、ついに不可侵をマコラが適用してしまい、息のつけるタイミングのない展開が続いている本誌ですが、そんな中233話では五条が言った無制限の挙式とは一体何なのか、スクナとの戦いの開幕を告げた 200% の紫とも違う攻撃なのか、果たしてこの決戦を上回らせるだけの一撃となるのか、ということで今回は五条悟の奥の手無制限の挙式について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第233話のネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。最新話233話では、スクナがトクサの影棒術を使いこなし、マコラだけではなく、看護獣アギトまでも召喚されたことで、五条は3対1の苦境に追い込まれることになりました。その中で描写された五条のモノローグがこちらです。となるとマコラを一撃で消すには、あれしかないか。無制限の挙式を決めるしかない。五条が使う挙式といえば、もちろん挙式紫がすでに登場。挙式紫は怪魚編では、当時を倒す最後の一撃になり、交流戦の際にも地面を大きくえぐり抜いた跡が描写されるなど、五条最強の技という印象があります。さらにスクナとの対決が始まる際には歌姫とガッガン人による援護と普段は省略している詠唱と朱印を行い 200% の紫が発揮。そして今回五条が言っていたように無制限の挙式ということは五条がですね呪力の制限を解除するという可能性があります。呪術廻戦の中で過去に呪力の制限を解除した例としては乙骨ユータ、メイミ、ハカリキンチ、この3名がいます。乙骨は特級カジオン寮織本里香に自分の命を捧げるという縛りを行ったことによって自らを生贄する代わりに呪力の制限を解除。そしてメイメイの場合であれば自らが操るカラスに自死を強制することで本来は微弱な呪力しか生み出せない動物に呪力の制限を解除させることで一撃必殺の攻撃をぶつけるという方法で一級術師の地位に立ちました。さらにハカリの場合であれば領域展開座殺バクトで大当たりを引いている場合に限り呪力が制限解除されることにより溢れ出る呪力、焼き切れた術式の瞬間回復、フルオード反転術式といった常識外れの技を可能にしています。この3人に共通しているのは呪力制限を解除することによって本来であれば不可能な呪力を発揮しているということです。そしてメイメイや乙骨の場合は自分やカラスの命をかけるという縛り、ハカリであっても領域展開プラスギャンブルという外してしまった場合のリスクが大きい縛りを使っているのも共通点。このことからですね呪力の制限を解除するには命をかけるあるいはですね非常に不利な状況になる可能性というリスクを背負うほどの縛りが必要ということがわかります。今回は無制限というのが今までに描かれてきた制限解除に近しいものであるという前提に立って五条が呪力制限を解除し無制限の挙式を使うということはどんな攻撃になるのかについて考察したいと思います。まず前提として挙式について説明すると、術式順転の引き寄せる力と術式反転の弾く力をぶつけることで仮想の質量を押し出すというのがですね挙式の理論になっています。先ほども説明の中で触れたように挙式といえば紫が登場していますが、これはですね五条から一直線上の仮想の質量を押し出すことによって地面を大きくえぐり抜くほどの破壊力を持つ一撃必殺の技になっています。また対局編ではフィジカルギフテッドである伏黒当時でも紫を避けられずに致命傷になっていたことから、紫による攻撃は生身の人間であれば回避不可能な一撃必殺であるということがわかります。その反面紫は破壊力が非常に高いので安易に使うと五条と一緒に戦っている仲間まで巻き添えになってしまうという可能性が。そして紫の攻撃が一直線であるということを知っている相手であれば五条が紫を使うと予測した段階で直人の投射呪法のように高速移動するなどの方法が使えればある程度回避する手段はあるかもしれません。そして現在の五条は脳へのダメージによって呪力出力が落ちている状況。イソウ、ハラミツ、光の柱、樹脂の栄翔、下がった呪力を戻す気だ。第233話では五条がこれまでの戦闘ではしなかった樹脂の栄翔によって呪力の出力を戻すという方法をとっています。つまりいくらですね現代最強の五条であっても万全の状態では戦えないほど宿儺に追い込まれているということ。そしてこれから発揮されるであろう無制限の挙式では呪力の制限を解除することによって本来の出力あるいはですね本来以上の出力まで押し上げることでこれまでにないですね威力を発揮するということが考えられます。それと同時に五条はですね単純に紫を使うというわけではなくわざわざですねあれや無制限の挙式という言い方をしていました。このことからですね五条が発揮する無制限の挙式はとっておきの必殺技、つまりこれまでの紫ともまた違った能力なのではないかと考えられます。そこで先ほど説明で触れた紫は一直線に攻撃をするということを思い出してください。今までの五条が使っていた紫は仮想の質量を一直線に押し出すことで攻撃していましたが、この方向すらも制限をなくすとすればどうなるでしょうか。それは五条を中心とした全方向に仮想の質量が押し出すことで
し出されるということになります。京都姉妹校交流会の際にも花火に挙式紫を使った時には地面に大きなえぐれた跡が残っていたので、これが全方向に無制限に放たれたならば当然ですが周囲への被害は甚大なもの。つまり五条は通常戦闘時周囲の術師や市街地への被害を抑えるために方向性を持たせることで制限をかけていたというふうに考えられます。そしてこれはコミックス14巻と15巻の決着無加減呪術シリーズからも分かる通り、五条の無加減呪術は数学的な理論を呪術として用いているというのは周知の事実。そして無加減呪術は無限の概念が使われています。このことから無制限の挙式では仮想の質量を無限に押し出すことでホワイトホールを発生させるのではないでしょうか。そもそもホワイトホールといえばざっくり言えばブラックホールの逆の現象のこと。ブラックホールそのものはつくもゆきのですねボンバイエでも登場していますが、ホワイトホールは周辺のすべてを飲み込むブラックホールの反対にすべてを吐き出す天体ということです。五条が全方向にですね挙式で仮想の質量を無制限に押し出し続けた場合、それはホワイトホールと同じ状況になると予想できるんですが、そもそもホワイトホールに生じる積力も仮想の質量とするなら、その押し出す行為自体が紫と同様に一撃必殺クラスの効果があるということが想定できます。つまり五条に近づくことができない、仮に近づいたとしても致命傷になりかねない空間が生まれるということがわかります。さらに仮想の質量が押し出し続けるということは、その質量が溜まり続ける部分、つまりブラックホールが生まれるということが考えられます。このことから五条を中心として放射状に仮想の質量が押し出され続けた場合、円状に紫と同じ効果を持つ空間、そして周辺には質量が溜まり続けてブラックホールが生まれるということが言えるわけです。この状況にスクナが追い込まれたと考えると、当然ですがスクナは挙式の範囲内に近づくことができません。仮にスクナが接近しようとしても大怪我を負うことになりますし、マコラなどの式神であればそのまま破壊されてしまうということも十分あり得るでしょう。すでにつくもがブラックホールという天体による攻撃を行ったことから、数学的にブラックホールと逆の理論になるホワイトホールが数学を利用した無加減呪術によって生み出されたとしても違和感はありません。しかし脳にダメージが蓄積されている今、磁力の制限を解除するという方法を使うとなれば、当然のように自分の命をかけるほどの縛りが必要になってくる。このことから仮にホワイトホールを使った場合、五条はですね自分の命をかける、あるいは命に等しいもの、例えば陸眼の片方を犠牲にするような重い縛りの末に無制限の挙式を発動し、スクナと相打ちになる、このような展開が想定されます。それでは無制限の挙式がホワイトホールを乱すとして、実際に五条がスクナとの戦いの中でどのように使っていくのかということを考えます。233話で五条はスクナとマクラ、そしてですねアギトによる3対1の状況に追い込まれました。となるとマクラを一撃で消すにはあれしかないか、無制限の挙式を決めるしかない。このセリフからは五条はマクラを一撃で倒すために無制限の挙式を決めることを狙っている、つまり五条としては最優先でマクラを倒したいということがわかります。ただマクラを破壊したとしても、トクサの影防術で他の式神にマクラの性質が引き継がれれば結局不可侵に適用されてしまう。つまりですね五条としては無制限の挙式でマクラを倒すだけではなく、可能であればスクナにも大打撃を与える必要がある。だからこそ五条はですね挙式を使うのではなく、確実なタイミングでマクラを破壊、そしてスクナにもダメージを与えるために挙式を決めるしかないと言ったということが想定されます。では五条はどのように無制限の挙式を決めるのでしょうか。それはスクナたち3体が近距離にいて、かつマクラと密着した瞬間を狙い無制限の挙式を使うということが想定されます。これならば先ほど説明したように紫と同じような仮想の質量が押し出される空間でマクラを破壊、あるいはその周辺にできるブラックホールで破壊するということが考えられます。そしてスクナはマクラを破壊されないように立ち回るはずですが、 200% の紫を受けた時にスクナはガードをしていても片腕を破壊されました。このことから仮想の質量が押し出される空間に巻き込まれるとすれば、スクナも自分の防御に集中する、または回避に徹しようとするということが想定されます。ただマクラはすでに五条の不可侵に適用できているのだから、ホワイトホールで足止めができないのではないだろうかという疑問があるかもしれません。しかしマクラが適用しているのはあくまでもニュートラルな無加減の不可侵です。ニュートラルな無加減では相手と自分の間にある無限によって触れられないという理論が作中で解説されていました。これは仮想の質量によって押し返されるせいで侵入できないという理論とは条件が違う。つまりマクラは別の不可侵に対しては再び適用する必要がある。そしてマクラの適用には時間、あるいは複数回同じ攻撃を受ける、このどちらかの条件で適用しているということを第222話で虎杖も想定していました。このため五条が無制限の挙式を使う場合、マコラが適用できないように時間をかけない、または一度限りで決着をつける必要があります。つまり無制限の挙式を使うタイミングが非常に重要で、スクナとマコラを同時に無制限の挙式の範囲に含む必要がある。仮にスクナとマコラをまとめて無制限の挙式に巻き込めれば、その時点で仮想の質量による攻撃とブラックホールによる圧縮で周辺を含めスクナたちに著しいダメージを与え、五条が勝利するということも考えられます。しかし先ほども話したように磁力の底上げのために五条が制限を解除した場合の不安
考えます。術師にとって最も簡単に能力を底上げする方法なんだと思う？それは命をかけた縛りですよね、姉様。第102話での命名とウイウイの会話にも象徴されるように、呪力の制限を解除すれば、五条がこの一撃に全てをかけると、縛りを課すことで呪力の制限を解除し、宿儺を倒すために命を落とす、あるいは戦闘続行困難になるのではないでしょうか。また五条の無制限の挙式を決めるしかないというセリフは、芥見先生がたびたび影響を受けているというハンターハンターのこのシーンを思い出します。百式のゼロを見せてやるぜ。最強のハンターだったネテロ会長の最後を、現代最強の術師である五条の最終決戦として芥見先生が強く意識しているという可能性も考えられます。これまで現代最強の術師と史上最強の呪いどもというですね、五条と宿儺の戦いが描かれていました。そして二人ともすでに脳にダメージが蓄積し、病気展開を発動するのも難しい状況に追い込まれており、これ以上のは消耗戦を続けるのもお互い難しいということが考えられます。このことから五条が無制限の挙式を使うことを決めたように、宿儺もついに自分の術式を全力でぶつけにかかり、二人の最強の戦いに決着がつくのではないでしょうか。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。では